まずビフォーアフターなんですけれども、はい、カットの状態とか色も含めて教えてください。ラウンドベースのロングスタイルでかなり伸びきってる状態でした。レイヤーとかもそんなに入ってなくて、前髪も右のフロントだけちょっとあるような感じになってたので、それを攻略していこうかなっていう感じですかね。色はインナーカラーが入っていて、で元々ビビッドな色が入ってたんですけれども、それが抜けてちょうどブリーチの色味が綺麗に出てたので、それを利用していこうという感じですかね。全体に癖があってほっとくと爆発してしまうっていうようなよくある感じの癖ですね。彼女も夏なのでバッサリちょっと切ってすっきりしたいっていうようなオーダーがあったので、10センチ以上は切っていこうっていう話で、まあベースをフラットラインで10センチぐらい切って、微妙な前髪をしっかり長めバングとして作ってですね、そこから顔周りレイヤーを入れて全体的にスライドカットで毛量を取っていくんですけれども、ベースの時点で R レイヤーっていうのを使って、あんまりこうつなげすぎず、ただ全体の毛流れがつながって見えるようにしていくっていうベースカットから、かなり毛量もあるのでスライドカットはしっかり入れていきながら、ただトップのふんわりはやっぱり重要なので、ふんわりさせながら、ただ収まりのいいようにスライドカットを入れていくっていう感じですね。トップのふんわり重要っていうのはもう今回のスタイルに限らず、そうですね、女性に限らずなんですけども、やっぱりトップがベタっとしてしまうと顔の見え方も横に広がって見えてとかしてしまいますので、ふんわりはもう当然カバーしていくような感じでやってた方がいいと思います。今回のようにその前髪なし、おでことか顔出すスタイルで小顔に見せるポイントっていうのは、髪型っていうのは額縁なのでアウトラインをどう作るか、今回下ろすような前髪は作ってないんですけども、結構長めの前髪を設定しているので顔周りに動きがやっぱり出てくるんですね。でそこのことでだいぶメリハリっていうのはつけやすくなってくるので、あとは全体のフォルムを大きくオーバルシルエットのような感じに作っていくことによって、アウトラインでも小顔効果を出しています。アウトラインと顔周りとダブルで小顔効果を出す。そうですね、はい。はい、今韓国の流れが来ているので、僕らからすると懐かしさといろんな複雑な気分なんですけれども、結構リバースのカールっていうのが来ていまして、それを今風にアレンジしていくっていうこと、あとはいつの時代に見てもいいようなっていうのをテーマにしてますので、その辺も考慮して作りました。で巻き方としてはリバースとフォワードをミックスしていくっていう巻き方なんですけれども、以前に比べるとやっぱりボリューム感っていうのはあんまり出しすぎず、トップのふんわりはキープしていくっていうところがポイントになってくると思います。メリハリっていうところと、あとはその抑えるところは抑えていくっていうところでしょうかね。26mm をメインで、顔周りに 19mm をちょっとずらしながら使っていくっていうようなテクニックを使ってます。ずらしながら19mm をただ巻きつけるとクリクリになっちゃうんですけど、 19mm でちょっとずらしながら、ただ26mm よりはちょっと入っていくような、あとは遊ばせるためにそういうポイントとして細いアイロンっていうのを使っていくと、より効果的に動きが出ると思います。ベースのカールができてきたところで、最近あるバームっていうのがあると思うんですけど、バームを本当に軽くなじませる、あとは軽くなじませてツヤ感は出てくるんですけども、ポイントのカールをちょっとずらしながら束感を出していくんですけど、そのポイントに対してバームをもうちょっとだけ形状のところにつけていくっていうところがポイントになりますね。今回のスタイルのイメージってどんな女性とイメージされてる？女性の強さっていうのが時代の流れで出てきてると思うんですけど、そこに女性らしさっていうのを忘れず、なんかそのバランスっていうのがすごい大事だと思うんですよね。女性らしさがなくなってしまってもダメだし、今の時代こう昔のようにモテ髪のようにあんまり甘すぎても多分ダメだと思うので、その辺のバランスを考えて今のコロナ禍でもこうストレス発散できるような髪型をっていうので、今回こうラフなウェーブスタイルっていうのを提案してます。わかりました。ありがとうございました。